本丸とは、日本の城の中核となるクルワの名称である。一のクル話、本極林、一の丸とも称される。中世上核では、本城、未城、爪丸などと呼ばれ、城によって呼び名が異なる。日本の中世考古学においては、主格と呼称される。また、比喩的に、物事の本質、組織の中核を指すために用いることがある。 金星城郭の本丸復元された名古屋城の本丸御殿と天守中世の山城では本丸にあたる主角に大将が居する神屋を置き戦時や城に立てこもるときは麓の館から主角の神屋に入って指揮をとった金星における本丸は上主とその家族が暮らす奥御殿と成長である兵庫御殿を置き必要に応じて重層な天守や櫓を立て並べ 上手の権威の象徴として、また、最後の守りとしての定裁を持った。また、本丸の内股は、本丸と別に、天守のある、小規模な車を形成している場合もあり、天守狂わ、または天守丸と称した。一方で、そうした本丸の機能を、二の丸や三の丸などに置き、本丸には、やぐらや、天守などの防御施設だけを建てて、 日常生活が可能な屋敷を置かずに、簡素化したり、面積を狭くして戦時に置ける爪の丸としての、機能だけを持たせる場合もあった。特殊な用途として、江戸時代の大阪城や名古屋城、淀城、宇都宮城、川越城などのように、本丸に置かれた御殿を将軍が、おなりの際の宿泊所として使用するため、本来の城主は、本丸以外の車に別の御殿を置いて、 そこで、政務や日常生活をしていた例もあった。名古屋城や淀城の場合は、主に将軍が京都に上洛する際の宿泊所として、宇都宮城の場合は、日光道将軍に、三景の将軍が、おなりの際に宿泊した。大阪城の場合は、江戸の徳川将軍家が直接の城主であったため、普段は、幕府派遣の大阪城代とその部下たちが西の丸や、二の丸に詰めていた。 こうした徳川将軍のおなり専用の本丸御殿は、おなり御殿と呼ばれていた。現存する本丸御殿は、非常に少なく、高知城、川越城、正さ城などである。この中で、高知城の本丸は、天守、御殿、城門、矢倉、兵が揃って現存する例である。ありがとうございます。